ダメです。他のリングに比べるととてもその醸造性があるので、冷蔵庫に入れてしっかり保存すれば1年間、大丈夫です。今年は、台風 もうほぼほぼなかったし、天候に恵まれていましたから、例年になく着色も良くていいものができたと思います。日本はやっぱりその欧米に比べてリンゴの商品がすごい少ないんだよね。そういう意味でそういう新しいリンゴにこう出会って、それを食べてもらうことによって日本のリンゴの消費を増やすことにもつながればいいなっていうふうに生産者としては思っています。日持ちがするっていうものと、あとは酸味、食感が非常に最後まで美味しい。で、あとは色ですね。色が非常に変わりにくいです。で、使っていただくリンゴやジャムは酸味が強い、あと香りの強いものを選んでいただきたいです。